半裸は減ったから増やしますけど、人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでても、いつしかそうさ、僕ら人類が神様に気づいたらなんてだろう、何様ならさ。が見たことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ、さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ。偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちそっちってだっち、一体どうなってるんだ。ピンチ来世だったって仮になったって、だからなんだって言うんだ。生まれ変わったってからなったって、だけどどうだって言うんだ。人はいつだって全て好き勝手、なんとかって大変さの上に立ったって、どうもてっぺんがあるんだって言うんだ。神様ならば全てを決めてもいいなら、7日間で世界を作るような真似はきっと僕はしないだろう。きっともっとちゃんと時間をかけて、またきちっとした計画を立てて、だって設定急いで急いだせいで、せいで買って作って、そして増やして、出して出したら増やして、なしてどうしてって、なんで勝手果てら出したフィッシュ、勝ってる癖して話して、かつてなんでなんでだって、バカなんだって人類。